皆さんこんにちは、ワンダリグルビーです。今回は、ハーツバイアホー限定モッド、ロシア・プーチン編の続きをプレイしていきたいと思います。ウクライナ、日本、フィンランドと併合を続けていたところ、NATO がついに参戦。全面戦争状態に突入しています。ロシア側には中国や、もともと NATO に属していたトルコなんかが加入、さらにイランも支援をしてくれているんですが、度重なる NATO 軍の波状攻撃の前についに戦線が崩れつつあります。簡単にご紹介しておきましょう。まずは欧州戦線、ここはポーランドとルーマニアに渡って戦線を張っていたんですが、モルドバがですね、 NATO に加盟して一気に戦線が崩壊しつつあります。モルドバに対して兵力を送ったことによってですね、ポーランド戦線が手薄になって、一気に NATO 軍がここを突破しつつあるというかなり厳しい状態になっています。で、続いてトルコの戦線なんですが、ここもですね、 NATO 軍の上陸作戦を受けてトルコが半分以上崩壊しているというかなり厳しい状態ですね。さらに頼みの綱であった中国、ここもですね、 NATO 軍の支援を受けた台湾軍の上陸作戦を受けて、ご覧のように主要な都市、北京や上海あたりをすでに制圧されています。これを助ける余力が今のロシアにはなくてですね、むしろ日本から完全撤退もしなくてはいけないのかと、まあそういうことを検討している状態です。現在はかろうじてウラジオストクを確保しています。では、ゆっくり時間を進めていきましょう。インドもですね、何度も外交を行っているんですが、まあ日和見ですね。味方として参戦してくれる気配は全くないというところです。まあ、まずは何はともあれ、この突出してきている NATO 軍、これがモスクワに到達する前に、なんとかね、撃退撃破を図っていきましょう。はい、ベラルーシが降伏に追い込まれています。ベラルーシはロシアにとって貴重な欧州での、まあ、味方国になったんですけどね、残念ながらそのベラルーシが降伏に追い込まれています。さあ、厳しい戦線が続いているんですが、一つだけ、割といいニュースですね。エストニア、ここのタリンですね、ここまで軍進められそうです。これタリンを取って敵の後ろに回り込みましょう。これで場合によってはですね、突出している敵の軍を一気に壊滅させることもできるかもしれないですよね。さあ、エストニアの戦線ですが、タリンを取ったところでアメリカ軍が我々の動きを察知しましたね。で、迎撃に出てきているアメリカ軍を確認してます。まあ、これによってこのポーランド、ルーマニア戦線のアメリカ軍が一部でも転戦してくれれば、まあそれでその戦線がね、また、アメリカ軍が減るっていうことになるので、この貴重な機会をしっかり活かせるように、どこにどの部隊を進ませるかっていうのはね、ちゃんと、目配せしておきたいと思います。そのエストニア、再度降伏してます。このままラトビアのリガまでアメリカ軍を押し込みましょう。さあ、モルドバなんですけども、ここに兵力を割いてしまったことによって、今度はですね、モスクワ方面ではなくて、オデッサ方面に敵部隊が迫ってきてますね。いや、本当に苦しい戦況だな。まあ、兵力が足りていないというのにつきますよね。モルドバをもっと早く倒すことができてれば、まあ、この状況を回避できた部分もあったかなと思うんですけど、モルドバがね、まだ粘ってるんですよね。はい、時間かかりましたが、そのモルドバを降伏させました。モルドバを降伏させたことによって、モルドバを攻めていた軍が開くので、これ急ぎオデッサの防衛に向かわせましょう。こんだけ敵に侵入されてます。
逆に言うと敵の後ろをつくチャンスでもあるので、まあ、これまさにピンチをチャンスに、まあ、そういうね、捉え方をして一気に敵を撃滅しにかかります。まあ、ただ戦況は著しく厳しい状態になってきてますので、敵戦力が希薄になっていたこのエストニアの戦線なんですが、ここもですね、再び、アメリカ軍中心の NATO 軍の反攻を受けて、また失敗しそうですね。フィンランドにも敵の攻撃を受けています。ではここで、トルコ見ておきましょう。トルコはもう解体されるの目前ですね。ここに支援をできなかったのが、まあ、残念ですね。で、スペツナズを送っている中国大陸、ここもですね、じりじりなんですが、確実に戦況が悪化しているのがわかります。はい。さらにバッドなニュースですね。我々の陣営で主要な力を発揮していたトルコ軍、これが降伏してます。で、戦況は悪化の一途をたどっていて、ユーゴ、トルコ、ヨルダン、香港、ベラルーシ、このあたりがすでに降伏、さらにシリア、北朝鮮、エジプトですね、ここも降伏しています。フィンランドに上陸してくるアメリカ軍ですね、これを防ぐ力ももう、残念ながらフィンランドに展開している兵力がないので、防ぎきれそうにないですね。ヘルシンキ、これフィンランドの首都があった場所ですが、ここはアメリカ軍によって奪還されてます。まあ、なんとか軍をね、今差し向けて、ヘルシンキの奪還を目指していますが、すでにヘルシンキ制圧されているので、これ奪還するのは、現状のロシア軍の兵力では難しいかもしれませんね。モスクワと最前線との距離感ですが、こんな距離感です。まだね、モスクワに至るまでの、経路に関してはしっかり軍が配置されているので、電撃的にモスクワがやられるっていうことはないと思うんですけども、その反面、オデッサですね。ここが陥落しそうです。NATO 軍がハリコフに迫ってますね。さらにドネツクにも迫られているので、この2つ、ハリコフ、ドネツク、これが落ちる可能性があります。中国の方の戦況ですね。もうここも中国軍が押し返す力、残念ながらなさそうですね。まあ、これを見て、派遣していたスペツナズ、これをいよいよモスクワの防衛線に回したいと思います。まあ、このまま行くと、モスクワに敵が迫るのも時間の問題だと思うので、そのね、モスクワを何とかしてスペツナズで防衛しましょう。中国からロシア軍撤退します。日本は残しましょう。あと、ウラジオストクも残します。残念ながらクリミア半島、これも失陥ですね。クリミアを取った時はですね、イケイケどんどんということで、だいぶロシア軍も勢いがあったんですが、残念ながらこのクリミアを奪還する力がもうないですね。予備の兵力がないので、ちょっと困りましたね。最新の戦況がご覧のような戦況になっています。もう残念ながらルーマニア、ユーゴスラビア、ここを維持するのは難しい状態になりましたので、ルーマニア、ユーゴスラビアに展開していたロシア軍は全兵力モスクワに撤退させます。ただ撤退する場所ももうあんまり用意されていないので、まあ、無事に撤退できるかどうかというのも怪しいですね。で、苦しい戦況が続いていますが、モスクワに部隊を集めてます。モスクワの防衛戦を、これでね、行おうということで、40から50ぐらいの師団、まあ、これ万全な状態の師団ではもちろんないんですけども、数だけは揃えることができそうです。これでモスクワ防衛していきます。最前線はすでにキエフが陥落寸前ですね。はい、なんとか撤退戦を行っているところです。全軍の、まあ、一気な完全崩壊というものはないんですが、それでも撤退戦の中確実に師団数がすり減ってきてます。モスクワには現在30師団ほど防衛用の戦力を用意してありますので、モスクワの防衛はこれで行うとして、それまでに敵の戦力を削っておく、まあ、いわゆる残言作戦ですね、
これをこの後行いつつ、モスクワの防衛に備えたいと思います。それが、現在の、欧州戦線ですね。ユーゴスラビアや、ルーマニア、ここからの撤収は順調に進んでます。ただ、その最中、師団は一部、殲滅されているという状態です。中国の方も台湾が確実に戦力を増やしてきていてですね、ついに日本本土にも日本軍が上陸を行ってきてますので、これを、まあ、なんとかね、追い返していこうという展開ですが、まあ、これも突破されるのは時間の問題かなと思います。では、苦しい戦い続いてますが、今回はここまでにさせていただいて、次回はですね、おそらくモスクワの防衛戦になるんじゃないかなというふうに思います。では、今回はここまでさせていただいて、次回この続きをまたプレイしていきたいと思います。